今回のレッスンはゲレンデをいかにかっこよく、そしてスピードをコントロールして皆様に楽しくボードを受けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ゲレンデのどんなところでもスマートにかっこよく滑りたい。広大なロケーションのスキー場であらゆるお客様が上達するための豊富なノウハウを持っている名門白馬八方尾根スキースクールが完全プロデュース。多くのスキーヤーが憧れるかっこいいスキーヤーになる方法を教えちゃいます。グルーミングされたバーンから新雪、アイスバーン、そして急斜面まで、どんな条件でもコントロールしながらちょっと優雅に滑る。今回はこのかっこよく滑るスタイルを目指す白馬八方尾根スキースクールのスペシャルレッスンを3回にわたりお届けします。第1回目はただスキー任せで滑るのではなく、もう少しスキーとうまく付き合うために程よく角を立てる動きとひねりを使ったスキーを動かす方法、そしてどんなところでも安定した滑りができる体の使い方を覚えていきましょう。最近はやっぱりスキーの性能がすごく良くなっていますので、スキーのこの性能を生かした滑りというか、でしっかりやっぱスキーはエッジで滑るということを心がけてレッスンをさせてもらっています。どうしても力、パワーだけでスキーをコントロールしがちなので、もっともっと、いろんな年齢の方でもできるような、まあ、簡単ではないんですけど、優しく、さらには力強くといった、そんな感じの滑りを伝えられればいいなと思ってレッスンをさせてもらっています。多くの方が陥っている体を傾けてターンしているパターンから抜け出すために、今回の大きなポイントです。股関節、膝、足首をしっかり曲げるということを意識してみましょう。まずはですね、板を履かずに、この雪上、しかも平らなところでポジションの確認で股関節を使ったようなちょっとトレーニングをしていきたいと思います。本当に力は入れずに、いいですか、足首、膝、股関節をゆっくり曲げてもらって、ももを少しねじるような感じでエッジを立ててみてください。でこの時に体を使ったり腰を回してしまう方は、少しおけつがこう動いてしまいがちなので、体をしっかり真ん中にしてもらって、このところでももをねじるっていうようなイメージを持ってくる。で切り替えの時に足首が緩んで上に抜けないように、いいですか、ここからしっかり足首を入れながら次のターンに切り替え、でできたらこの左右が平行になるとすごくいいので、こうなったりこうなったり入れすぎて踏まないようにちょっとやってみましょう。いいですか、ゆっくりでいいですからね。であまり頭を下に向けたりしないように、でかっこよく、ちょっとかっこよく滑るのであれば顎を少し引くような感じもあってもいいと思いますので、ぜひやってみてください。